Hi there, it's Yuki. こんにちは、ゆっきーです、今日もですね、外から、お送りしていこうと思います。はい、実はね、さっきまで中、室内でね、動画をね、もう多分2時間ぐらいですかね、撮ってたんですけど、まあ、撮れないですね。全然ダメだったので、もういつもの感じで、はい、T シャツにね、着替えて、そしてその外に、やってきました。はい、ということで、大丈夫かな？あの子ね、さっきから来てるもんね。ちょっと蝶々がね、いるんですよ、この木の周り。この蝶々をね、お、見たいのかな？見たいみたいで。あ、そう、蝶々止まっちゃう。大丈夫かな？申し訳ない、こんなところで。はい、この動画を一発で終わらせないと。蝶々を捕まえたいんだね。はい、こういうね、まあ、やっぱ外って面白いなって思います。はい、が、本題に戻ると、今日タイトルに書かせていただきましたが、ちょっとじゃあ持ち帰るね、これ。はい、行きますよ。 I just got married。 はい、結婚をしました。結婚をね、させていただきました、ついにね、ついに、うん、結婚ですね、結婚。まあね、まあ、昨日ちょっとね、予告っていう動画を出して、まあ、いきなりなんかバーンってやるのもなんか変かなと思ったんで、予告っていうのを、私はね、ちょっと伝えたいことがありますっていうのを英語フレーズでなんていうかっていう動画を作らせていただいたんですけども、まあ、あれがあってね、あのコメント欄にもね、結婚かとかね、コングラチュレーションズとかいただいてたんですけど、はい、その通りです。結婚でした。当たった方、おめでとうございます。はい、そうなんですよ。結婚しました。お相手、そのね、どんな人と、こう、一体ね、結婚したのかっていうと、私と同じ年の日本人の、男性の方と結婚をしました。男性方っていうかね、大学時代のね、同級生で、大学で私ね、サークルが、英語のね、サークルに入ってたんですけど、英語でスピーチとかディベートとかドラマ、あとは、オーラルコミュニケーションっていうのがあって、今あるのかな？なんかこう、街中でね、外国人をね、こう観光案内したりとか、まあ、いろんなことやる、そんなサークルで、120年以上続いているかなり、歴史ある、サークルがあってですね、未だにね、毎年250人、サークルのこう所属するメンバーがある、結構な、でかいサークルがあるんですけど、そこで出会った人ですね。で、まあ、最初はね、友達だったんですよね。まあ、出会ってからはね、かなり長い期間長くって、で、ちょっとね、あることをきっかけに仲良くなって、で、そこからこうちょっと距離が縮まっていったっていう、まあ、そういう流れがあるんですけども、まあ、そのあたりはね、ちょっと今後、まあ、ご本人にも語っていただこうかなと思って、このね、 YouTube のチャンネルにも、うん、声で出演するか、なんかね、ちょっと出てもらおうかなと、考えてるので、まあ、そこら辺はまあ少しずつ必要に応じてね、ちょっとリクエストがあれば、出していこうかなと思うんですが、そう日本人のね、人なんですけど、まあ、キーワード共通のね、きっかけとしてはやっぱり英語だったっていうところで、英語っていうのをこうきっかけにこう出会って、で、彼もですね、私と同じく、まあ、帰国子女とか、あとは留学経験とか、そういうのなく、英語を独学で、できるようになったっていう、人で、で、英語力はね、ちょっとこんなこと言うのもあれなんですけど、もしかしたら私、あ、もしかしたらじゃないな。こんなこと言ったら失礼だな。失礼というか怒られそう、後で。私よりね、上です。うん、上。ただまあ、ちょっとね、どういう点で上かっていうと、もちろん絶対私の方が勝ってるところもあると思うんですけど、間違いなく、学問的なところっていうか、なんていうの、なんかそのテスト的なところとか、単語力的なところは、圧倒的に彼の方が高いんですね。で、彼のね、そう、仕事は、仕事は全然英語の仕事ではないんですけど、なので、英語の先生とか、あとは英語の教材を作る、仕事をしてるとか、なんかね、そういう感じの仕事、あと YouTube やってるとかね、そういうのは全くないんですけども、ただ、仕事で英語をめちゃめちゃ使ってる人です。が、なんかね、その仕事もね、ちょっとね、面白い仕事なんですよ。はい。で、
めちゃくちゃヒントを出すと、実は彼の仕事は私の本、ユッキーのね、今すぐ英会話の中に職業名が入ってます。一個だけね、あ、こんな職業なんだっていうようなのが入ってるんですよ、あの本の中に。その職業です。はい、これから今までは作れなかった動画っていうのを作っていこうかなとも思っています。はい、そんな感じでね、はい、I got married 結婚をしました。はい、で、じゃあちょっと今までここまではね、全然英語と関係ない話をしてしまったので、じゃあここからは最後、Marry という単語について、考えていきたいと思います。で、これ Marry ね、まあ、結婚するとか、まあ、マリーといえば結婚みたいな、イメージがあるかと思うんですけど、この Marry、めちゃめちゃね、活用がね、難しいんですよね。で、私もね、昔これ、本当、何この単語って本当に思って、自分自身慣れるのにね、すごく時間がかかりました。で、今からですね、今日は3つこの Marry を使った、フレーズというのをご紹介をしたいと思います。で、いろいろ文法の解説もしていくんですけど、最初はまず難しいことを考えずに、一旦飲み込んで暗記してみてください。で、その後で、文法的な説明もしていくので、なんでね、それがこういう意味になるんだっていうのを、ちょっとね、文法的な面からもこうフォローする感じで、覚えていただけるといいかなと思います。一つ目のフレーズは、Are you married? Are you married? 結婚してますかのフレーズです。これはですね、Are you? これね、Are? これ B 動詞ですよね。で、B 動詞といえば、最近の、はい、最近やった私の42日間の文法復習レッスンでも、お話ししていきましたが、 B 動詞、状態を表す時に使う動詞でしたよね。 B 動詞、はい、ぜひね、ちょっと B 動詞って何だろうと思った方、このね、文法動画レッスンの中からね、おさらいしていただくといいかなと思います。 Are you married? Are you married? で、 Are you married? は Are you? あなたってこういう状態ですか。Married、 これね、形容詞なんですけど、 Married、 結婚しているっていう状態ですかっていう意味、まあ、これね、 Are you married? で、結婚してますか、結婚されてますかという意味になります。はい、これが一つ目。で、次二つ目、今度は I got married、 私が最初に言っていたフレーズですね。 I gotこれね、ゲットの過去形。ゲットはね、まあ、ポケモンゲットだぜとかの、ね、使うゲットですね。何かをゲットするっていうあのゲットですけど、ゲットできる、捕まえられるもの、手に入れられるものって別に目に見えるもの、そのポケモンとか、なんか買ったね。ちょっとここ、今ちょっと撮影しに来るんで、これ、ペプシ、自販機にあったんで、ペプシをね、ゲットしたんですけど、こういうポケモンだったり、ペプシだったり、まあ、あとはなんかお買い物してきたものだったりとか、そういう手に取れる、目に見えるものだけではなくて、状態、これもゲットできるんですよ。はい、なので I got married にすると、私は married、 結婚しているっていう状態を手に入れたっていう意味で、つまり私結婚しましたっていう意味で使っています。はい、 I got married で、あとはね、 I got の前に I just たった今とか、ちょうどとか、いう意味のですね、 just を入れると I just got married、つい最近結婚しましたっていうような感じが出ます。なんかよくこう結婚式のね、友達の結婚式とか行くと、ああいうこういうさ、吹き出しになったポップみたいなの持って写真撮ったりするじゃないですか。あそこに just married とかね、書いてたりすると思うんですけど、just、 これです。 just married、 これで結婚しましたっていう意味で、 I just got married って言ってもいいし、 We just got married、 主語を We にして、私たち結婚しましたよっていうね、使っていってもいいんじゃないかなと思いますね。はい、これが2つ目で、最後3つ目はこれもう有名なフレーズです。Will you marry me? Will you marry me? これが3つ目。今度は Will you、ね、何々しますかとか、何々する、予定ですかとかいうね、まあ、未来の表現でもあるし、あとは、助動詞 Will の、 この本来の意味っていうのは意思の意味があるんですね。
なので何々する意思があるかどうかを尋ねている、フレーズ Will you marry me? になると僕、私と結婚しますかっていう、まあ、結婚する意思はありますかみたいな感じですね。彼にもですね、でこれも答え方は、Are you の時と同じで Yes か No かで答えられます。 Yes, I will. No, I won't. No, I won't はちょっとショックですけどね。はい、こんな感じで使っていきます。復習すると1個目、結婚してますかのフレーズは Are you married? Are you married? はい、まあ、これはね、Is she married? とか、Is Yuki married? とかね、主語を、ね、変えて練習してみても、ね、力つくと思いますね。あと2つ目、今度は、結婚しましたという時のフレーズ。これは I got married. I got married. とか We got married. とか She got married. Yuki got married. My cousin got married.My grandfather got married. Wow! とかね、いろいろとね、こう主語を変えながら練習してみてください。で、最後、これは Will you marry me? Will you marry me? これはもうね、プロポーズの言葉ですね。はい、こんな感じで 1,2,3 全部ね、marry の使い方が違うので、ぜひこのあたりはですね、一旦なんかノートに書いたりとか、あとは、スマホのね、こうちょっとメモ帳にメモして、で、自分の知ってる人とか、ついさっき結婚した人とか、で、あとはご自身、自分自身とか、で、例文をこう考えて練習してみると、すごく一発でね、頭に入るんじゃないかなと思います。はい、そんな感じで今日は、私のですね、結婚の、報告から、Mary を使ったフレーズのお話をさせていただきました。はい、ここまでご視聴いただきありがとうございました。でね、そう、最近ね、ちょっとね、やっぱね、外でね、動画撮ると、なんか自分自身もね、喋りやすいなっていうのがあるので、明日以降も、外動画増やしていこうかなというふうに思っております。で、私自身はですね、はい、もう結婚をしたんですけども、基本的にこの YouTube の、動画の感じとか、なんかいきなり変わるとかそういうことはありません。はい、今まで通りね、平日は英語のニュース、そしてあとは使える英語表現の話とか、あと旅に行ったら旅の動画の話とか、いろいろ出していこうと思います。むしろ、まあ結婚したっていうので、ちょっと、なんていうかね、なんかこう、編集してる時に、ご飯をね、そのなんかこう、家事を分担して、ご飯作ってくれたりとか、なんかね、洗濯物をこう干してくれたりとか、なんかそういうね、ことを、こうね、協力をね、してくれる人がいてですね、むしろ、もうどんどんね、この YouTube とか、と他の英語のお仕事に集中できるようになったので、さあ、これから、どんどん面白く、していきたいなと思っておりますので、ぜひ明日以降も、まあ、明日の動画が肝心ですね。明日はね、ちょっとね、そうだな。明日ね、ちょっと今考えてるのは、昨日の動画でプレゼントを用意してますっていう話をしたんですけども、あのプレゼントとも関わってくるんですけど、私が行っていた42日間の、ね、英文法復習レッスン、あれの総まとめ動画っていうのをやろうかなと思います。総まとめというかダイジェスト動画みたいな。もう一本の動画の中で42日分の何やったかっていうのがガーって流れる動画。で、あとは、あれやってた時にですね、すごくね、YouTube のコメント欄とか、あとは LINE アットとかで、こうメッセージ、リクエストをいただいてたんですけど、あのレッスンって、私がこうホワイトボード、一旦こうちょっと、基本的な内容はこう準備した段階で動画が始まるんですけど、そこにいろいろ書き込んでいって、最終的にこうレッスンが完成した、後のホワイトボードの写真が欲しいです、キャプチャー欲しいですっていうのをすごくね、言われていたので、それをちょっと明日プレゼントさせていただこうと思っております。はい、そのね、総まとめ動画と、ね、一緒にね、はい。ので、明日の動画もぜひ、楽しみにしていただけると嬉しいです。ということで、今日はね、ちょっとこういう、個人的な報告動画になったんですけども、楽しく見ていただけたなら嬉しいかなと思います。はい、明日以降ね、このチャンネルはさらにパワーアップさせていこうと思いますので、今後ともぜひぜひよろしくお願いします。あとはね、YouTube 以外にも、今ね、ちょっと今月ね、
ちょっといろんなね、新しいことをね、やろうと思って、今挑戦をしておりますので、それのね、報告とか途中経過とかも YouTube で、今までそういうのはあんまり YouTube で出さなかったんですけど、何かを作る途中のね、報告とか、なんかそのあたりも、出していったら面白いんじゃないかなと思って、いろいろと考えておりますので、ぜひ、明日以降もよろしくお願いいたします。さあ、それではまたお会いしましょう。皆さんの一日もハッピーなものになりますように。Have a lovely and fantastic day! Bye bye! Thanks for watching!